皆さんこんにちは、一般社団法人落語協会の三遊亭圓応でございます。写真より若いですよね。今ですね、落語家のプロの数がだいたい東京と大阪と合わせまして830人ぐらいいるんだそうです。そんなにいらないそうですね。5、60人で当たりいるでしょう。多すぎるぞって言ったらお前もいらんって言われてしまう。言わない方が良かったなと思うんですけど、東京に2つ教会があります。先日亡くなりました桂歌丸さんは私と別の教会の会長さんをされておりました。私はもう一つの教会の方、商店で言いますと林家木久扇師匠ですね、木久扇さんが私と同じ方の教会ということになります。で、大勢落語家おりますけども圓応なんてこんな生意気な名前をつけたのは落語の歴史上私が初めてでございます。一番偉そうな名前と言われて、英語でキング・オブ・ア・サークルと申します。名古屋大学出てるから英語ぐらい使うんでございます。52年にこちらの理学部地球科学教室というところを卒業させていただきました。それからすぐに落語家になったわけですが、落語の歴史も江戸時代から、200数十年でしょうかね、あるんですが、最初はもう学歴なんてことは関係ない社会で、一日でも早く入った方が年も関係なく上の先輩になるということで縦社会ですから、私の師匠は高校卒業ぐらいでしたが、その上の圓生師匠というのは学校に5日間ぐらい行ったかなというよ。学歴ゼロ、そういう世界ですね。で、私の十数年ぐらい前から大学を卒業した先輩がこの職業に入ってくるようになりました。で、ところがですね、国立大学の中退の方はいらしたらしいんですが、国立を卒業して落語家になったというのが私が歴史上初めてということで、しかもありがとうございます。他に自慢することないんですよ。しかも理科系とやっぱりこう落語はどっちかというと文系ですのでね、これが結びつかないですから、もうね、なった当時は、会う人ごとに、なんで名古屋大学出て落語家やってるのと、もう決まったようなことを聞かれましてね、よほどテープレコーダーに答え吹き込んで聞かせてやりたいなと思って、同じことばっかり聞かれました。で、初めから落語家になろうと思ったわけではもちろんありませんで、私は両親が学校の先生でしてね、母が小学校、父が高校の教師で、学校の先生ってのは実は家へ帰ってきてからもね、本当に忙しくいろんな雑用をやってるんですよ。それ見て育ちましたので、先生だけにはなるまいと思って、ね、育ちました。でもし学校の先生になるなら、大学の先生って相当自由で楽そうじゃないかな、そういうことを漠然と思ってました。私初めからですね、どうも朝起きて学校行くのもあまり得意じゃないですから、決まった時間に会社へ出勤して上司から嫌な仕事を押し付けられて、そういうのだけは絶対嫌だなと、なるべく自分の思うようなことをして一生を過ごしたい、自由に生きたいというのが本来私の生き方に対する希望みたいなもんだったんですね。で、ところが高校の頃、名古屋大理学部というのを目指したんですが、とりあえず、物理か何かをやって世の中のためにもなるし、自分も真面目に生きて大学の先生になれたらいいなというような、そういう意図はしてないけども、なんとなくそっちの方行きたいなという、その夢だけで、どちらかというと受験のための受験で、いい塩梅に合格できたんですが、さあ1年生の春ですよ、いきなり事件です。最初の物理の授業、豊田教授といいましてね、ノーベル賞に近かった偉い先生なんですが、最初の物理の授業で先生が出てきてね、我々学生に何と言ったと思います？さあこれから授業をやりますが、何語でやりますかと言う。日本語に決まってるじゃないですか、我々日本人なんだから。したらね、日本語、英語、ドイツ語、ロシア語、どれでもいいぞ。すごいですね。それぐらいでないとね、もう物理の先生なんかなれないわけですよ。
でそれだけで済みはいいけど、許せないのは友達の学生ですよ。英語と言った時に一番拍手が多かった。えらいとこ来ちゃったなと思いましてね。もうね、後悔の真っ最中。この間の円楽さんと一緒で後悔の真っ最中。あれでもしょうがない、英語で授業始まっちゃったんですよ。で物理がろくにわからん、英語もろくにわからん。で試験問題が英語で書いてあったんです。意味がわからないです。私しょうもねえから白紙で出すのもあれなんで、だるまさんの絵を描いて出しました。手も足も出ませんというそういうシャレなんですけど、そうしたらね、なんと10人ぐらいはちゃんと答え書いてる人がいるんですよ。ああこれはね、とても目指すところを間違えたなと、うん、そういう本当に物理のできる優秀な人がいっぱいいるんだから、これはね、大学院行って博士になるのを、うん、目指すのはとてもこの人たちに勝つだけ勉強する気は私にはないなというんで、もう早かったですね。1年生の夏頃にもう理科系の進路諦めたんです。それでね、周りにもう、うちに仕事もありませんし、漠然と大学の先生にでもなったら嬉しいな、それだけで大学来ちゃったんで、じゃあ私は大学卒業したら何をやったらいいんだろうって途方に暮れる状態でしたね。そこで思ったのは、やっぱり自分は何のために生きてるんだろうとか、自分の人生楽しく、うん、自分の思うように生きるには、さっき言ったように自由ということが基本にありますので、できれば自分の好きなこと、趣味か何かをこう仕事にして、まあ趣味だったらばね、途中で辛いことがあっても頑張れるんじゃないかなということを思ってました。私もともと部活人間でして、高校の時に部活2つ、実は名古屋大学でも落語研究部と、見えないでしょうけど少林寺拳法部全然強そうに見えない、強いんですよこれでも。いやそれのどっちかを選ぼうかなということになって、でまあ痩せてますからね、少林寺拳法無理だなということで、落語の方を選びました。で中退してすぐにでも落語行こうと思ったんですが、やっぱり親が反対しました。冗談じゃない、中退は許さないよ、とにかくね、何になるにしても卒業してからにしなさい。まあね、いくら自分が自由に行きたいとか言っても親の意見までは無視できませんのでね、とりあえずまあ卒業はじゃあしますから、卒業の後は自由にさせてくださいねみたいなことを親に言って、とりあえず3年生から学科に分かれます。で私ね、まあ物理はダメなんで地球科学というところ入りまして、で専攻が地質学、地球の歴史の地質学ですね。私が入ったのは過失致死だと言われたんですけれどもね。それでもそこ行ってまた驚いたのはね、同級生、机を研究室で並べてる男がもう化石マニアという、今で言うとオタクですね。彼の机の上には三葉虫だとか化石がずらっと並んで、から英語とかドイツ語の原書がずらっと化石の本があって、で彼はその化石を見て1時間でも2時間でもよだれを垂らさんばかりにニタ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 して、天職でしょ。私の机違いますよ、平凡パンチ、プレーボーイ、三遊亭炎症全集、これ勝負になりませんよ。で彼はね、直角というあだ名があります。どういうわけかと言いますとね、ものすごく真面目で律儀な男で、例えば 5,6 人で食事に行くとしますよね。で2メートルぐらいの細い路地から左へ曲がるとすると、もしそこに信号があっても、我々のほとんどは、まあ、国の規則には違反してるの分かってますけど、少しずつ左へ行ってぴょっと曲がるでしょう。とかその男は絶対直角にしか曲がらない。どんな狭い路地でも信号があれば必ず一人でそこで待ってて、我々が向こうでこうやって待ってるのに全く平気で悠々とこう渡ってくる。だから親しい友達はゼロでしたね。友達は稼ぎだけ。でその彼が何とおっしゃったかと言いますとね、俺は酒、タバコ、麻雀、女に興味はないという。俺が好きなのは稼ぎだけだ。そいつが結婚したから怒れるじゃありません。文句言ってやりましたよ。女いらねえってそう言ってた。家族計画は別って勝手なこと言ってましたけど。まあ、今は立派なね、稼ぎの教授になってますよ。天職ですね。やっぱりそういうの見るとますますね、やっぱりそういう仕事はそういう方にお任せをして、私は私らしく生きるしかないなということですよ。
でね、元を正すと高校2年生の時に私地学クラブをやってたのに、友達がね、ちょっと今落語研究会人数が足りないから君もやらないと言うんで、今から思うと悪魔のささやきでしたね。で何の気なしにね、落語のクラブ入っちゃったんですよ。でそれはですね、それまでの自分が、まあ、今言うとおかしいかもしれませんが、人前でこんな話ができるようなそんな明るい感じじゃなかったんです。どっちかっていうと、まあクラスで例えば昼休みに誰もそばに寄ってこないような、そういうタイプの人間だった。でそれ私は自分でじくじたる思いがありまして、もっと明るくなって友達に慕われるような人間になりたいなという気持ちがあった。でその代わり落語研究会入ったら成績はガタ落ちになりましたね。でね、また私なんか好きなことあるとのめり込むたちでしてね、落語始めたらね、これがやっぱりね、勉強よりは面白いですよ。それで覚えた小話なんか友達がね、昼休みになると、なんか面白いのやれよなんてこうね言ってくる。で友達に受けようと思って、よ、じゃあ俺小話やるからな、みんな聞きなよ、いいかい。おばあさんや、ボケ防止の本を買ってきたぞ。おじいさん、昨日も買ってきたでしょと言うと簡単でしょ。これだけで友達の評価がまるで変わるんですよねえ。やっぱり成績は落ちたけど落語をやってよかったなという。でこういう短いの落語じゃなくて小話と言いましてね、これはもうね覚えるの簡単です。だーれというのが口癖のおばあちゃんが旧館長を飼っております。で留守に新聞屋さんが集金に来ましてね、こんにちは新聞屋ですが、旧館長がだーれ、新聞屋ですだーれ、新聞屋ですがだーれ、新聞屋です誰新聞屋ですと言うんで、新聞屋さんあんまり長くやってたんでそこに倒れちゃった。そこへおばあちゃんが帰ってきて、あら誰か倒れてるわね、誰っつったら旧館長が新聞屋ですっつったそうです。お分かりにならない方はちょっと残っていただこうと思います。美術館って小話がありましてね、美術館、これはね、まあ面白い話なんですよ。係の方、この絵はルノワールですわね。奥様申し訳ございません。これね、似てますけども、フェルメールなんでございますよ。あら、そう？まあ、同じ印象派で似てるわね。あ、これはマネでしょ？それモネでございます。大した違いじゃないじゃないの。あ、これ私にもわかるわ。ピカソね。いえ、そこは鏡でございますよ。笑えない方もいるかもしれませんけどこういうのがね小話と言いまして、いきなり15分20分30分の落語をやる前にこういうのを覚えて、まあ、訓練しましょうみたいなことでね、プロになっても最初に師匠に教わるのはこういう短いのからやるわけです。で道具は何も使わなくてね、扇子と手拭い、これだけでございます。で今日は残念ながら講座もありませんのでね、これ持ってきただけでね、ないと思われると困るから見せびらかしてるだけなんでございます。みんな自分の名前の書いた扇子と手拭いをね、プロは必ず持ってるし、じゃ持ってるわけです。で、なんとか落語家のプロになれました。慣れたのはいいんですけども、やっぱりですね、封建社会で厳しいです。でもうね、やっぱり師匠の言うことは絶対です。白いものも黒い。でまあ、その間は自由どころじゃないですね。自由はゼロ、まあ、しかし 4,5 年その前座時代をくぐり抜ければ、あとは落語家というのは割と自由だというのを分かってますから、それから自分で親を説得して無理やりなった職業ですから、多少の辛いことがあってもそれはもう自分から望んだことですから挫折するわけにいきません。でまたね、落語の師匠たちがね、もう言うことが辛辣なんですよ。まあ、喋ることでね、生計立ててるぐらいですから、みんな口がうまいでしょ。でお相撲さんみたいにね、引っ叩かれるとかそういう体罰はありません。叩きたくても師匠に体力がありませんのでこれはないんですけど、口でもっていじめられる、これがなかなかね、大変ですよ。で暗いとダメです、ね、でお前ちょっと暗すぎるからな、落語家やめろと言うんで破門になっちゃった友達がいますよ。で暗くていいのはってんで葬儀社へ就職したら、そこでも暗すぎるってクビになった。そういう子にはやっぱ落語向かないですよね。
で私なんかね何にも悪いことしないのに大学出てるというだけでもうなんか嫌われました。嫌なやつだねあいつ、生意気なやつなんで、大学なんか出て落語やってやんで、ね、何にも悪いことしてないのそれでもねもうボロクソに悪く言われてね、もう今もうね東大卒京大卒すごいでしょ、日本の国立大学ほぼ全滅状態ですよ、みんな落語家います。だからもう落語家もね名古屋大学卒ぐらいじゃ驚かれなくなります。アメリカの大学出たなんてそういうのもね落語家やってるのがいますから、まあ、今はそんなに不思議に思われなくなりましたけども、まあ私が入った頃はね風当たりがきつかったというそういう状況です。でも師匠がまたね、たまたま厳しい師匠のところへ入っちゃったもんですから、もうね5年間といってもこれこそ一日千秋って言葉がありますけども、一日が千日ぐらいの長さでね、でも師匠が弟子を育てようという気持ちの温かい師匠だったらよかったんだけど、ちょっとでもミスがあったらすぐに破門してやろうというようなそういうね厳しい師匠だったんです。私毎日ねいつクビになるかというんで、破門というのはもうつまり廃業しなくちゃいけないわけなんで、まあ大変でしたね。それでも実は4回破門になってます。4度目の時は本当に追い出されちゃったんですけども、最初の3回は名人の6代目圓生という方が助けてくれました。おそらく圓生師匠自分が学歴ゼロなんで弟子に最高学歴がいると気持ちよかったんでしょうねそれであいつは助けろということになって、3度は圓生師匠に助けてもらう。で次に破門になった時は5代目の小三師匠という人間国宝になった師匠が私のことをあいつは教会に置いとけというんで助けてくれました。この師匠は自分の弟子の名前を全部覚えられなかったという師匠なんですが、なぜか私のことだけはよく覚えててくれました。これは今度は少林寺拳法が役に立ちましてね、小三師匠剣道7段、私少林寺拳法7段で武道つながりということで、私のことだけはよく覚えててくれて、あいつは置いとけというんでね、落語と全然関係ないことが私にとっては落語家人生で役に立ちます。でもう今師匠おりません、完全365日自由です、ね。まあ、それでもねただ自由といっても、やっぱり落語の方に食うねるところに住むところが大事だというのがありますけども、まあ、衣食足りてないところはダメなんで、まあ、私もねまだまだ裕福とは言えませんし、せっかく落語家にもなれたんで、まあ、自由はある程度勝ち得たんですけれども、まあ、落語でねこれから落語というのはね数百あるんですが、みんなオチがいいと思ってると大間違いで結構良くないのもあるんで、そういうオチを修正していくような仕事をこれから私どんどんやっていきたいと思ってます。皆さんもね今日まあ、あんまり時間がないんでこの辺で話終わりになっちゃうんですけれども、今の自分にどのぐらい満足されてるかということです。やりたくもない仕事をやるだけやって過労でバタって、これが一番つまんないと思うんですよね。だから自分が自由、私は自由を得るために一生懸命自分あるいは周りと戦ってここまでやってきて、ある程度は自由というものを得たつもりでおります。皆さんも何かリセットしなきゃいけないことがあるかもしれませんけども、できるだけ自分の自由、自分の本当のものというのを見つけていただいて、今よりも楽しくて有意義な人生にしようじゃありませんか。私はそれを願っております。今日はもっと喋りたいんですが、お後の用意がよろしいようでございます。どうもありがとうございました。